った伏金城の城兵だ。完全に包囲されたぞ。馬を出せ。ちくしょう。くそ、このままでは焼き殺される。外へも出られん。影丸はどうした。こうなったら切り死にだ。待て雪の日に攻めるよう串陰城の奴らに言ったのは俺だ。何、貴様裏切ったのか。慌てるな、俺の言う通り行動しろ。この中のものを使え。白い布、一体どう使おうというのか。いいか、出てくるところを狙い撃ちだ。どうしたのか、砦が燃え落ちても誰も出てこない。城兵が疑惑に包まれたその時、さあ、いよいよ伏影城を攻めるぞ。伏影城から派遣された雷槌刀討伐隊は威風堂々雪を踏んで勝利の凱旋をした。ご苦労、奥の広間で主演の用意が。うわあ、もちろん影丸の計略であった。殲滅した討伐隊に化けて伏影城へ入る。これぞ雪はよいよい、帰りは怖いの天神戦法。そして死の敵主膳を求めて今十太郎は殺到する。主膳はいるか。主膳はいるか。主膳はいないか。不思議な男影丸、今度は何を企む。ずっと城中の戦いを見守っていた影丸は、信氏と城兵が共にその半数以上倒れた頃、突然手の松明を大きく振った。城の外で多くの松明が影丸に応えた。影丸様の合図だ。行け。ここに影丸第二の計略がある。信氏たちに城を攻めさせ、その隙に百姓たちを放棄させた。影丸、お前は一体何者か。やめ、主膳。何やつ。伊沢の一子忠太郎だ。貴様、貴様にこのわしが消えるか。逃すか。死ね。覚悟。おまた会ったわね。お頼み、後を頼む。お待て、どけ。貴様も片腕に。ゴムの勝負。バカめだ。わしがいるのも気づかぬわい。間がある。逃げられ。かたじけない。してお名前は。そんなことどうでもよい。では、ごめん。十太郎の敵、坂上主膳を逃がした影丸。お前は一体何を企むのか。ピャッ。十太郎、主膳が逃げるぞ。何？お、逃すか。来るか。貴様。よし、中止だ。
串影城を継ぎ、数十年にわたり最上150ヶ村を支配した串影城ここにおった。その城を落とした力は一体何であったのか。城兵は滅び、野武士たちも死んだ。生き残ったのは百姓である。しかしそれを企んだ影丸の姿はいつか消え失せていた。